それでは学校法人会計基準について説明します。私は私学部3時間付きの今井と申します。学校法人会計基準の制定経緯や幹事の皆様がどのような観点で学校法人会計基準を理解し財産監査をするのが良いかという点にも触れながら学校法人会計基準の概要をお伝えします。まず本日の内容を説明します。はじめに学校法人会計基準の制定の経緯や今後の改正、財産監査との関係について、次に財務三表について、続いて学校法人会計に特有の基本金について、最後に計算書類の分析と監査のポイントについてご説明します。なお本日は現行の私学法および学校法人会計基準に基づいて説明します。それでは最初のテーマである学校法人会計と財産監査です。幹事の職務の内容は私立学校法第37条第3項に規定されていますが、その中の一つに学校法人の財産の状況を監査すること、いわゆる財産監査があります。この財産監査には3つの大事な点があります。1つ目は、財産といっても資産の状況だけを指すのではなく、負債や基本金、収支の状況なども含めた財務状況が監査対象であるということです。2つ目は、公認会計士等による監査が行われる場合も幹事自らが財産監査を実施し、その結果を報告する必要があるということです。現行の法制度においては、公認会計士等は私立学校振興助成法に基づく会計監査を行いますが、私学法においては幹事監査の中で公認会計士の監査結果を利用する制度は導入されていませんので、幹事は自らが財産監査を実施しなければなりません。3つ目は、公認会計士等の監査より範囲が広いということです。公認会計士等の業務は私立学校振興助成法に基づいて学校法人の計算書類が学校法人会計基準に従い、学校法人の経営状況及び財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているかを意見表明することにあります。これに対し幹事は財産監査だけでなく業務監査もその職務であることから、計算書類についてもその適正性の監査にとどまらず、学校法人の運営の効率性や合理性、意思決定の妥当性なども含めた観点で監査を行う必要があります。以上3つの観点から、幹事は第一に自ら計算書類が正しく作成されているかを監査するために、その作成ルールである学校法人会計基準を的確に理解していくことが求められます。また計算書類から学校法人の運営状況を読み取って判断材料として利用するためにも、学校法人会計基準の理解が不可欠となっています。次のスライドに移ります。幹事は自ら財産監査を行いますが、財産監査にあたっては私学助成法監査を担当する公認会計士等とコミュニケーションを図ることが有用です。公認会計士等と連携を図るメリットや具体的な連携の方法、例示など、こちらに掲載しております学校法人委員会研究報告第17号が参考になりますのでご紹介します。次に学校法人会計基準の位置づけとその制定経緯について説明します。まず位置づけについて、学校法人会計基準は文部科学省令であって、その制定根拠は私立学校振興助成法にあります。私立学校振興助成法第14条1項において、経常費補助金の交付を受ける学校法人は文部科学大臣の定める基準に従い
会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされており、その文部科学大臣の定める基準が学校法人会計基準を指します。続けて制定の経緯ですが、昭和45年に私立大学等経常費補助金が創設されました。それまでは私立学校の経理において統一的な基準がありませんでしたが、補助金が創設されたことによって学校法人ごとに補助金算定を適切に行うための統一的な基準が必要となり、補助金創設の翌年に学校法人会計基準が制定されました。さらに昭和51年には私立学校振興助成法が施行され、補助金を受ける学校法人はすべからく学校法人会計基準に基づいた計算書類を所轄庁に提出しなければならないこととなりました。こうしてできた学校法人会計基準は、補助金の公平配分を一義的な目的としていることが大きな特徴で、会計処理はその目的にかなうものとなっています。直近では平成27年度に大きな改正があり、現行の会計基準となっています。もともとの成り立ちは先ほど申し上げた通りですが、私立学校を取り巻く経営環境の変化を受けて、学校法人の経営状態をより分かりやすく表し、経営判断に活用できるものとなるよう検討を重ねた結果、直近の改正につながっています。次のスライドに移ります。今年5月に改正私立学校法が公布されました。改正内容の一つに、私学法に会計原則や計算書類の作成義務等が明記されたことに伴い、私学法に基づく会計基準を整備することが必要となりました。このため文部科学省高等教育局に学校法人会計基準の在り方に関する検討会を設置し、現在の私立学校振興助成法に基づく学校法人会計基準を私立学校法に基づく会計基準として再整備する方向で、改正の検討を進めています。では次に、学校法人会計基準に従って作成される計算書類の内容についてご説明します。学校法人が作成しなければならない計算書類は、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表です。まとめて財務三表と呼ばれます。企業会計の財務手法に例えると、資金収支計算書はキャッシュフロー計算書に近い書類、事業活動収支計算書は損益計算書に近い書類、貸借対照表は企業会計の貸借対照表に近い書類となっています。それぞれに付属する表として、資金収支計算書には資金収支内訳表、人件費支出内訳表、活動区分資金収支計算書が、事業活動収支計算書には事業活動収支内訳表が、貸借対照表には固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表があります。さらに基本金明細表の付表として、必要に応じて第2号基本金の組入れにかかる計画表、第3号基本金の組入れにかかる計画表があります。次のスライドから財務三表を順番にご説明します。まず資金収支計算書です。経常費補助金の算定や学校法人の予算管理にも使われる重要な書類です。資金収支計算書の目的は、1年間のすべての収入及び支出の内容を明らかにすること、そして現金預金の収支の顛末を翌年度にいくら繰り越すという形で明らかにすることにあります。特徴の一つは、予算と決算を対比する形式となっていることです。学校法人の経営において収入と支出のバランスをとり、限られた収入を最適に資源配分するため、前もって予算を立てて支出をコントロールすることは大変重要なことですので、予算の実行状況を明らかにできる形式となっています。さて、この資金収支計算書の本表は、収入の部、
支出の部がそれぞれ一覧となって分かりやすい反面、活動区分ごとの資金の流れは分かりません。それを補足するのが次のスライドの活動区分資金収支計算書です。活動区分資金収支計算書は教育活動、施設整備等活動、その他の活動の区分ごとにそれぞれどのような支出があり、どのような収入で賄ったかを表す形式となっています。続いて財務三表の2つ目、事業活動収支計算書です。資金収支計算書は現金預金が増減する取引だけを計上する表でしたが、事業活動収支計算書はそれに限らず貸借対照表の資産、負債、純資産を増減させる取引を発生主義の考え方で反映した表で、1年間の活動状況を表す表です。例えば施設整備をした場合、資金収支計算書では支出が増えて一見経営状態が悪化したように見えてしまいますが、事業活動収支計算書では減価償却費という形で当該年度に対応する費用だけを計上するので、法人の活動状況をより適切に読み取ることができます。事業活動収支計算書は企業会計でいう損益計算書に近いものですが、その目的は異なります。企業であれば利益計算が目的ですが、学校法人会計の事業活動収支計算書は収支の均衡の状態を表すことが目的です。企業では利益を最大にすることが理想とされるのに対し、学校法人では長期的な収支が均衡することが理想と考えられるためです。経常的な収支の均衡を見る際は、スライドの図の左半分一番下にある経常収支差額を使います。経常収支差額はさらに学校法人の本業である教育活動による収支差額とそれ以外の収支差額に分けてみることができます。経常収支差額に臨時的な収支を加味した当該年度のすべての収支の均衡は、右にある基本金組入れ前当年度収支差額に現れます。さらにここから基本金組入れ額合計を控除して当年度収支差額を出します。基本金の考え方は後ほど説明しますが、学校法人が教育研究を永続的に行うためには施設整備を維持していくことが不可欠です。必要な施設整備の相当額である基本金組入れ額を収入から確保した後の残額が事業活動支出と均衡するように運営していくことで、長期的な収支の均衡が実現すると考えられます。当年度収支差額やその累積である翌年度繰越収支差額を見れば、その長期的な収支の均衡の状態を確認できます。次は財務三表の最後の一つ、貸借対照表です。資金収支計算書と事業活動収支計算書が通年のフロー情報を示す表であったのに対し、貸借対照表は年度末一時点における資産、負債、純資産の状況を表すものです。言い換えれば法人設置以来の収支の累積結果が現れるものです。企業会計の貸借対照表との違いとして、特定資産や基本金という概念があること、固定性配列法により固定資産、固定負債が流動資産、流動負債より上に表示されることなどが挙げられますが、表の仕組みは企業会計と大きくは変わりません。以上が財務三表の説明でした。財務三表は複式簿記により連動していますので、その数字のつながりについて記載しています。資金収支計算書に収支の顛末として表示される翌年度繰越支払い資金は貸借対照表の現金預金の残高と一致し連動します。また事業活動収支計算書に損益の顛末として表示される翌年度繰越収支差額は貸借対照表の翌年度繰越収支差額に連動します。次のスライドでは
3票間の連動を資金の流れの観点でまとめています。財務3票を見ることで学校法人がどのようにお金を集め、そのお金を何に投資し、その結果収支の均衡がどうなったかを読み取ることができます。さて、次のスライドからは学校法人会計に特有の概念である基本金の概念をご説明します。学校法人は計画に基づいて必要な資産を継続的に保持し、それにより教育研究活動を安定的に永続的に行う使命があります。安定的な財務基盤によってそれを実現させるために基本金制度が設けられました。基本金は事業活動収支計算書において組み入れます。事業活動収入から必要な基本金組み入れ額を確保し、残りで教育研究サービスを実施するというのが基本金の考え方になります。ただ基本金組み入れ額は必要額を組み入れるため、基本金組み入れ前当年度収支差額が赤字でも行われるものであり、利益の中から積み立てる概念のものではありません。基本金は第1号基本金から第4号基本金まで4種類あります。第1号基本金は学校法人が設立当初に取得した教育に使う固定資産や、設立後に新しく学校学部を設置するなど学校の規模を拡大するために取得した固定資産について、事業活動収入から組み入れたものを言います。例えば学校法人を設立したときに校舎を5億円で取得した場合は、第1号基本金はそれに対応して5億円になります。現在持っている固定資産を維持更新する際の財源的裏付けとなる基本金です。学校法人の基本金の中心であり、一般的には金額的に一番大きい基本金でもあります。次に第2号基本金です。第1号基本金が現有の固定資産が対象となっているのに対して、第2号基本金は将来的に取得する予定のある固定資産のために、事業活動収入から計画的に留保された金銭、いわゆる先行組入れのようなものです。持続的に事業活動収支の均衡を図る観点から、将来高額な固定資産を取得しようとする場合は、取得年度に基本金組入れが集中することがないよう、早めに基本金組入れ計画を自立し、取得年度に先行して年次的、段階的に基本金組入れを行うことにより、基本金組入れの平準化を図ることが重要です。この第2号基本金には、その目的のために引き当てた特定資産が対応します。第3号基本金は基金ファンドとして元本を保持して、その運用によって生じた利息や配当金を特定の目的、例えば奨学金や特定の研究等のために使用する場合に維持すべき元本の資産が対応します。第4号基本金は学校法人が最低限必要な運転資金を表します。具体的には前年度の経常的経費の1ヶ月分の運転資金を万が一に備えて基本金として保持します。以上が簡単にですが基本金の説明でした。ここからは計算書類の分析と監査のポイントについてお話しします。まずは事業活動収支計算書の収支差額の分析です。これにより学校法人の大まかな経営状況を把握できます。学校法人の経常的な収支であり本業であるのは教育活動です。すなわち学生からの納付金や補助金といった収入を得て教育サービスを実施する活動です。教育サービスの実施は人件費、教育研究経費、管理経費等で表現されます。経常的に発生する人件費や経費は本業の収入で賄われるべきというのが一般的な考え方で、
賄えていない場合は、短期的に教育活動の実施に支障が出ていたり、中長期的にも投資に回す資金がなかったりなど、経営は明らかに苦しい状況であることが多いです。そのため、まずは教育活動収支差額がしっかり黒字になっているかに着目する必要があります。ただし、受取利息などが多額に計上される法人であれば、教育活動収支差額がマイナスでも経常収支差額はプラスに転じるケースもあるので、法人全体の収支構造の中で教育活動収支差額を評価する必要があります。さらに、詳細な分析として21ページから代表的な財務比率の分析例を記載しています。本資料ではたくさんある指標のうちほんの一例のご紹介になりますが、学校法人の財務状況を財務担当者と幹事で共有するツールとしても、財務指標を担当者から提供してもらうことは有用です。事業活動収支差額比率は企業会計の利益率に近いイメージで、プラスが大きいほど事業活動の採算性がいいことを示しています。事業活動収支の均衡を目標とするならば、事業活動収入に対する基本金の組入れ率と同程度というのが一つの目安になりますが、多くの法人はそれより低く、大学で 6.4% というのが令和3年度決算の平均値となっています。次に、人件費比率です。人件費は支出の中で最大の部分であり、固定費ですので、収支が悪化したからといって簡単に削減できるものではありません。そのため、人件費が収入に見合わず課題となって他の教育研究経費等を圧迫していないかなどの判断に使用されます。次に、学生生徒等納付金比率です。学生生徒等納付金は補助金や寄付金と違って第三者の意向に左右されない自己財源で、意思系を除く法人では最大の割合を占める重要な財源ですので、この比率が高水準で安定的に推移していくことが望ましいと考えられます。ただ一方で、学生数が減少していく経営環境では事業活動収入の多様化が求められ、学納金に依存しすぎないことが経営上良い場合もありえますので、主にご自身の法人の収入構成を把握する目的で利用されるものと思います。丸四は経常収支差額比率です。これは臨時的な収支を除いた経常的な収支のバランスを示しています。この比率はプラスが大きいほど経常的な収支は安定していると言えます。以上が事業活動収支計算書の数値を用いた財務分析でした。23ページでは貸借対照表をもとに算出される比率を一つご紹介します。運用資産余裕比率です。こちらは単位がパーセントではなく年となっています。簡単に言えば、この比率が1年であれば、外部に対する負債をすべて返済しても、1年間の学校法人の経常的な支出を賄えるだけの資金を保有していることを表します。こちらの平均値は2年となっています。以上、財務比率の説明でした。最後に、幹事の立場からの計算書類のチェックの観点をご紹介します。まず1つ目、計算書類が正しく作成されているかの観点では、こちらのチェック項目を参考にしてください。計算書類の記載事項や整合性のチェックは、公認会計士協会が発出しているチェックリストがよくまとまっています。その他、期中に理事会などで把握していたトピックスが適切に財務数値に反映されているか、また、計算書類以外の公開情報と明らかな不整合がないかということ、さらには業務監査とクロスしますが、計算書類の数値を作り上げるまでのプロセスにおいて内部統制の不備がないか、ある場合は関係する科目の数値は誤っている可能性が高くなるので、
入念に監査するという対応が望まれます。また2つ目、学校法人の財務状況、経営状況を検討するという観点で、財務数値や先ほどご紹介した分析指標を経年で比較したり、部門別に分析し、法人の特色や課題の全体感を把握したりすることが有用です。その上で項目ごとに監査を進め、例えば予算と決算で乖離がある項目については、理由が合理的か、補正予算を組む必要はなかったか、大きな額の支出の意思決定が適切かなど、こちらに列挙したような視点に留意して評価を進めていくことをお勧めします。スライドの一番下にご紹介しております私学事業団が公表している経営判断指標についてもぜひご活用いただき、学校法人の経営状況について理事等の現状認識と相違がないかなどご確認いただければと思います。3つ目は、高等教育の就学支援新制度の開始を踏まえた観点を挙げています。学生が家庭の経済状況にかかわらず大学等に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から高等教育の就学支援新制度が開始されました。要件確認を受けた各大学等が授業料との減免を実施し、その減免に要する費用を公費から支出する制度です。文部科学大臣所轄の学校法人に対しては、令和元年11月25日付の事務連絡で、新制度にかかる授業料等の減免及び交付金の会計処理について周知しています。この会計処理を行うと、制度適用前と比較し、補助金と奨学費の計上額が膨らむので、事業活動収入や奨学費比率を経年比較で分析する際には注意が必要です。また制度の対象となる大学等の要件には、計算書類の数値を用いる要件が含まれていることから、これらの数値が不正に操作されていないかという観点での注意も必要です。次のページからはその他の観点をまとめています。1点目、学校法人の資産運用に関しては、平成21年1月6日付の通知において注意喚起を行っています。当通知をご一読いただき、資産運用にかかる意思決定と執行管理が適切に行われているか、また資産運用の結果が計算書類に適正に表示されているか確認をお願いします。近年は低金利を受け、リスク資産への投資を検討したり、 ESG 投資の取り組みを広がっており、幹事が見解を求められる場面も増えていると伺っております。2点目、収益事業がある場合、学校法人会計と合わせて収益事業会計の計算書類を作成する必要があります。収益事業会計の計算書類は企業会計基準に従って作成します。コロナの影響により収益事業の収支が悪化していることも想定されますので、運営状況の確認が必要です。収益事業の継続が学校の教育に支障をきたす場合は、収益事業の停止事由に当たる場合もありますので、ご留意ください。3点目、平成27年3月31日付の通知において、学校法人が保護者等関係者から教育研究に直接必要な経費に充てるために受け入れた寄付金等は、すべて学校法人が直接処理し、学校法人会計の外で経理することがないよう求めていますので、ご留意ください。例えば、講演会、同窓会等の学校法人の外郭団体が、保護者等から会費等の名目で費用を徴収し、その後、学校法人へ継続的に寄付を行っている場合には、寄付の目的や会費等の必要性などが保護者らに適切に説明され、理解が得られているかなど確認をお願いします。4点目、関連当事者や出資会社等との取引についてです。これらの取引は
恣意的になりやすく、特に透明性が求められます。計算書類に漏れなく適切に記載されているか確認が必要です。また子会社に移管されている取引はチェックや牽制が効きづらく、問題の発見が遅れることもありますので、学校法人と子会社等との取引や子会社が行う学校法人と密接な関係がある取引については、不正な取引が行われていないか、学校法人及び出資会社における意思決定プロセスの確認等を含め、注意して確認をお願いします。近年はファンドへの出資と新規事業への投資に関するご相談も増えています。判断に迷う場合は文科省の担当課にご相談ください。5点目、施設等の修繕や更新並びにそのための財源の確保を計画的に行っているかどうかについてです。施設のメンテナンス等を計画的に行わず後回しにしている場合、一見経営状況が良くても見えない負債を抱えていることになります。減価償却引当特定資産等の特定資産の積み立て状況をご確認ください。以上で学校法人会計に関する説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。